前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりそうです。四国や中国、近畿地方では今月の降水量が平年の3倍以上となるなど全国的に雨が多くなっています。これまでの雨で地盤が緩くなっているところもあるため、引き続き土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。そんな中